皆さんこんにちは、日本語の森の荻原健太です。今回は JLPTN さん言葉第42回目ということで、美里先生と川間先生と私健太先生でちょっと会話をしている時の話です。皆さんにはここの括弧空欄に入る言葉を1から4の中で1つ選んでここに入れてほしいということなんですけれども、一回読んでみますね。美里先生言います。健太さん、私痩せてますか？で、僕健太が普段たくさん食べるのになんで痩せてるの？美里先生が栄養のほにゃららに気をつけているからですっていうふうに言います。では一個一個見てみますよ。まず宮戸先生が、健太さん私痩せてますかのこの痩せて、これは、痩せるって言います。痩せるですね。痩せるっていうのは体重が減ることを痩せるって言います。その反対に体重が重くなることを太るって言います。体重っていうのは体の重さのことです。大丈夫ですか？体重が痩せている。宮戸先生は体重が知らないですよ。僕知らないですけど、見る感じ宮戸先生の体重は軽そうです。なので痩せているっていうふうに使います。宮戸先生が私痩せてますかって聞いてくるんですね。それに対して僕の答えは、痩せているね、普段、これ普段って言います。普段たくさん食べるのになんで痩せてるの。普段っていうのはいつもっていう意味です。いつもたくさん食べ、本当にたくさん食べてるんですよ。美里先生本当にいつもたくさん食べてるんですけれども、普段たくさん食べてるのになんで痩せてるのって僕が聞くんですね。そうしたら美里先生は栄養の、これを栄養って言います。栄養のほにゃららに気をつけているからです。栄養っていうのは、自分が健康になったり成長したり大きくなるために必要なもの、例えばビタミン A とかビタミン B とか、カルシウムとかタンパク質とか、それを集めて一緒に呼んで栄養っていうふうに言います。栄養です。皆さん分かりましたか、ここまでの文章。さて、宮戸先生はなんで痩せてんだろう、皆さん多分思ってる疑問だと思うんですけれども、なんで痩せてるのかな、その答えが栄養のほにゃららに気をつけているからです。1つ目、栄養のプランに気をつけているからです。2番目、栄養のバランスに気をつけているからです。3番目、栄養のメニューに気をつけているからです。4番目、栄養のメンバーに気をつけているからです。それではちょっと時間をあげるので、この1から4までの中からこの空欄にふさわしい言葉をちょっと選んでみてください。なんで美里先生痩せているんでしょうかね。その秘密がここにあります。さて、答えは2番、バランスですね。バランス、栄養のバランスに気をつけているからですということなんですけれども、バランスっていうのは2つ以上、2つや3つ4つ多くたくさんあるものの、バランスが取れている、傾いていなくてちゃんと同じぐらいの量を取っているっていうことをバランスっていうふうに言います。よく
栄養のバランスっていう風にセットで使われるので、皆さんちゃんと覚えてください。栄養のバランスです。つまりちゃんとしっかりビタミン A もビタミン B もカルシウムもタンパク質もちゃんと多くもなく少なくもなくちょうどよく同じぐらい取っていますよ。これを栄養のバランスっていうふうに言います。次、プラン。プランってあるんですけれども、これは計画のことです。計画、例えば1ヶ月後にテストがあります。そのために勉強のプランを考えるっていうふうに言います。3番目、メニュー。メニュー、メニューっていうのはレストランとかお店に行った時に何を食べようかなっていうふうにもらう、店からもらう、例えばカレーとかご飯っていうふうに書かれている、品目が書かれている本みたいなこと、本みたいなものをメニューっていうふうに言います。メニュー。4番目、メンバー。メンバーっていうのは、例えばクラスのメンバーって言ったら自分のクラスにいる生徒たち、これをメンバーって言います。スポーツをやっている、例えば野球だったりサッカーをやっているって言ったら自分のチームにいる人たちのことをメンバーっていうふうに言います。以上、今回みさと先生がなぜ痩せているかという謎に迫ってみました。皆さんもちゃんと栄養のバランスに気をつけて食事をしてください。みさと先生のようになりましょう。以上です。